M-60P 装甲兵員輸送車は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が開発した装甲兵員輸送車である。ユーゴスラビアが自国開発した早期式の装甲兵員輸送車で、1965年にユーゴスラビアで行われた軍事パレードで初めて公開され、一時期は M590 とも呼ばれていた。車体は、 全溶接構造の箱型で、エンジンは、主タイヤー車製、ファモスディーゼルエンジン、喧嘩装置は、第二次世界大戦後ソビエト連邦から供与された SU、SU-76 自走砲の喧嘩装置をベースに開発したものを使用した。車内配置は、全部が、操縦室となっており、左側に操縦手、右側に副操縦手、操縦室の後方左側に車長が位置し、後部は、 定員10名の兵員室となっている。兵員室後方には、観音開き式の乗降用ドアがあり、兵員室上部にもハッチを備える。武装は、主武装として操縦室後方右側に位置する、キューポラに、M22.7mm 重機関銃が、副武装として、車体前面右側に副操縦士が操作する 7.92mm 機関銃が、装備されており、他に、 兵員室左右に3カ所ずつ、後部上公用ドアに2カ所のガンポートが設けられている。本社はユーゴスラビア紛争で使用され、紛争終了後もクロアチアなど旧ユーゴスラビア諸国で使用されている。ありがとうございます。